きっともっと京都を好きになる楽を旅する楽旅はいみなさんこんにちは楽旅若村です さあ本日は12月の27日月曜日です午後の3時になりましたさあ本日もほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ本日もスタートしたいと思います拍手 さあ全国的に大きな寒さに包まれています大きな寒波が大陸からやってきておりましてこの関西近畿でも普段雪が降らないところにも雪が降りました昨日の夜からしん,しんと雪が降りましてねえー、このあたり一帯も昨日深夜真っ白になったんですけれどもまあ朝方お天気が良かったので午前中 早い時間帯にこの辺り京都の市街地中心部は雪が解けまして、まあ、今はもう通常通りとなっておりますけれども一つ山を越えますとお隣の滋賀県では今も彦根辺りが記録的な豪雪に見舞われまして車が立ち往生するなど大きな交通に影響が出ています。まあ、昔からこの新幹線がちょうど 彦根から米原を通る辺りに少し徐行運転をして雪を避けながら新幹線が遅れるということはありましたけれどももう今はその彦根辺りが大きな雪に見舞われておりましてえうちのスタッフも1人もう家の周りが雪に囲まれてちょっともう京都まで出てくることが難しいというような、ね、状況になっています。どうも JR の 琵琶湖線も少し今交通が滞っているようでまた皆さんも交通手段ホームページなどをご覧いただきましてですね、えー、滋賀県方面に行かれる方は少しご注意をいただきたいと思いますまた京都でも山手の方は雪に見舞われておりまして、えー、かなりこの寒さの影響が出ておりますまあ、市内は寒いのは寒いですむちゃくちゃ今日の朝からね町屋は冷えてまして 朝来た時は少しお庭にも雪が残っていましたけれどもまあ、今はなんとかエアコンもつけてしのげるぐらいになっているのかなと思っていますそして今日十二月の二十七日は毎年千穂院女屋の鐘の試し月が行える日なんです今日は午後二時から 使用員で試し好きと言いまして12月の31日の本番除夜の鐘をつくための今日は試し好きという日で若いお坊さんを中心に今境内にある小籠釣り金のところで金をつく練習をされていますこの試し好きを持って本番のどうやってつくか順番などを決めるそうでその。 今日試し月が午後の2時あたりから行われていますコロナ感染の影響がありますので少し人数を制限しながらの「今日試しづき」で一方12月の31日の本番「除夜の鐘」は事前申し込みによる事前に申し込んだ人だけが12月の31日は見ることができるという除夜の鐘なんです。 もうすでに受付は締め切っておりまして今から申し込むことはちょっと難しいんですけれどもインターネットで12月の31日千代院さんの公式ホームページから除夜の鐘の様子を見ることができるんです。なかなか今ステイホームが求められなかなかこう外出ができないという方もですね今年の大晦日は千代院除夜の鐘をオンラインで聞いていただきまして 身を清めそして2022年新しい年を迎えていただきたいと思います今日12月27日ですから今日入れても27 28 29 30 31日今年も残すところあと5日6日後には新年2022年寅年がやってきますまた新年おすすめの 初詣などについてはですねこの年末のライブ配信でたっぷりと皆様にお届けしたいと思いますのでぜひ、いいスタートが2022年お正月ができるようにスタートが切れるようにですねぜひまたライブ配信でもいろんな京都のお正月の情報明日以降、お届けしたいと思います。私たちの楽旅としてはね明明日日が仕事めです明日 大掃除をしますが、ただね、仕事納めとはいえ、実際にはそう、年末年始の文化祭があります、29日水曜日、30日木曜日と2日間にわたりまして、六甲座、京都から年末年始の話題をお届けしますので、まだね、申し込んでない、ああ、逃したという方はですね、最後の最後、今日であれば、 お電話でもうねインターネット上での申し込みは締め切っていますからまあなんとかまだ電話でしたらということですからぜひ楽旅の方までなんとか29日30日の年末年始の文化祭受けれませんかとお問い合わせいただきましてぜひ笑いをさめ笑い始めの年末年始の楽しみの一つに楽旅で実施する年末オンラインの文化祭をですねご受講いただいたらと思います。 さあそれでは今日はね私にとっては公演、多くの皆様に京都の魅力を伝える公演としては今日最後の公演がこの後控えています。今からこれ終わったら大阪へ行きますのでその私にとっての公演講座という意味では今日仕事納めがこの後来きますからその講座に向けて大阪の方にちょっと行っていきたいと思います。ということで早速今日ちょっと旅へ本日もどこかのお寺。 どこかの神社へと遠くで旅をしたいと思いますそれではこの箱の中にたくさんのお寺神社の旅くじが入っていますのでこのくじを引くことによって本日のトークテーマを決めてみたいと思いますそれでは行きますくじ取り式ですさあ行きます まだね結構ありますからねさあ本当にどれを取っているかその日にその場でその瞬間にわかるというねこのくじ取り式ですじゃ下の方からいきますよこちらこちらを本日のトークテーマとしてみたいと思いますそれでは続きましてこのくじの中身を改めます 富士改めですまずは私が確認をしまして皆様に一つ二つ三つとヒントを出していきたいと思います皆さんそのヒントを聞きながらあそこのお寺かないやあそこの神社じゃないかななどぜひ考えながら聞いていただきたいと思いますわかったという方はですねぜひコメント欄に何とか寺なんとか神社と書き込んで さあどれぐらい強盗を知ってるか腕試しをしていただきたいと思いますそれでは行きますくじ改めですさあ行きますよ わかりました今日のお寺は昨日出てきたトークテーマと近いです場所的に近いですこのお寺今日ジャンルでいうとお寺ですこのお寺は お財布に入れるとなんと使ったお金が倍になって帰ってくるという倍返しのお守りがあることで知られていますもうこれでねピンときた方いらっしゃると思います京都広市といえども使ったお金が倍になって帰ってくるというなんとありがたいお守りかそれを授与しているのが このお寺なんですこのお寺を中心に南と北に大きなお寺が二つあって南は工房大師空海ゆかり北に世界3のお寺があります三つ合わせて三尾とも呼ばれましてこのお寺は 牧野。と呼ばれる。牧野。と呼ばれる地名、地域にあるんです。高尾。牧野。戸賀野。一節にすべてに、おという字が入れば。三つのおで、三美。高尾一帯は通称、三美とも呼ばれまして、その二つ目のエリア。牧野にあるというお寺です。さあ、皆さん、わかりました。 本日のトークテーマはこちら高尾にあるもみじの名所でもありますこちら西明寺になります牧野西明寺ですさあ皆さんも高尾に行かれますとやはりまず最初は一番手前側にあります高尾神戸寺あの高尾の尾は オスメスのオスを書いて普通は高オと書きますが一節に高い尾っぽのオと書いてタカオそしてこちらマキノオここにオという字が入りますねそして昨日のトークテーマが「日本最古の茶園」これが戸鴨能の高山寺にありました。 トガノと言います。高尾牧野尾。トガの。おおで賛美と言いまして、平安の昔から古きお寺が立ち、並びもみじの名所とも知られてきた。山間の里なんです。清滝川が流れ、弘法大師空海がその密教の教えを根付かせた。 神伍寺を中心に歴史が花開いた場所でその別院としてこの西明寺ももともと創建されたとも伝えられていますでこのお寺行きますとそのお守りの一つがねさっき言いました小さな赤いお札なんですがこれをね今も値段変わってなければ200円だと思います200円求めましてね お財布に忍ばせておくとなんと使ったお金が倍になって返ってくるというね倍返しののお守りというのがあるんですよ、ね。皆さん倍返しというと半沢直樹半沢直樹で倍返しだこれがね知られていますがあれよりも前に西明寺の倍返しなんです倍返しといえばね、西明寺なこの。おお寺さんのお守りを札に、 倍返しのお守りというのがあってねお財布にそのお札を入れておくと使ったお金がなんと倍返しででっててくるると伝えられてるんですありがたいということで私ももう30年まではいかないけれども二十数年前から学生の頃からそのお守りをお財布に入れていたんですけれども全く倍にならない。 でよくよくね調べてみると、なんとその倍返し、条件があったんです。その条件とは、お財布から使うお金に感謝をしてお金を使えば、感謝をした分、そのお金は倍になって返ってくるということだったんです。感謝が足らない、感謝が、ね、足らなかった、ただ単にお金を浪費してたんでしょう。 感謝をしてありがたいそう思いながらお金を使うと倍になって帰ってくるということですからもっと精進してしっかりとお守りお札を入れてお金を使いたいと思いますぜひ皆さんも西明寺行かれましたらそのお守りを字をいただきましてそっとお財布に忍ばせていただきたいと思います。 ちょうどね秋のモミジが大変素晴らしいんです、この清滝川沿い、西明寺の辺りも渓谷一面がモミジに包まれまして朱色の欄干の橋を渡るときに朱色のモミジと朱の欄干がさらに美しさに彩りを添えるんです。あととはね意外と4月の下旬です桜が 終わりかけの頃にこの4月下旬、西明寺に来ますと山肌全体が三つ葉つつに覆われた紫などに彩られた春らしい風景が広がるんです。5月のゴールデンウィークの頃まで行くとねちょっともう色が汗てる感じがあって4月の下旬あたりがね山肌全体が三つ葉つつに包まれます。ので ぜひまたこの4月の下旬やその後はもう一面新緑ですもみじの名所は新緑の名所ですから新緑が大変美しくなりますのでぜひ季節を変えてもご参拝いただきたいと思います今頃雪深いでしょうねお寺さんも大変この西苗寺でお寺を守っていくのももう寒さがすごいと思いますけれども 1200年以上の歴史を伝える古き良きお寺ですまた神護寺高山寺とともに西明寺ご参拝いただきたいと思いますということで本日のトークテーマは牧野西明寺でしたさあほぼほぼ毎日配信しています楽旅通信ライブ版今日ちょっと旅へ 本日のトークはここまでとなりますさあ今からちょっと大阪へと急ぎ行ってきます最後になりますが心にハートに元気をチャージする合言葉で締めくくりますさあ皆さん合言葉はきっともっと京都を好きになる この好きになるというとこ皆さんも大合唱いただきまして手にはハートマークを作って今日も京都からたくさんの元気をお届けします皆様からもたくさんの元気を京都にお届けいただきたいと思いますそれではいきますきっともっと京都を好きになる ということで本日は午後の3時からお届けしましたラクタビ通信ライブ版今日ちょっと旅へさあ明日は夜の7時19時からお届けしたいと思いますのでぜひ明日もお楽しみにどうでしょうこれから京都は雪降らないかな今はねすっきりと太陽が出てきましたちょっとでも暖かくなるといいんですけども もう午後の3時を過ぎますと、また気温は太陽が出てもぐっと下がってきますから、寒さに震える。今日も夜になるでしょうか？大変厳しい寒さが今全国的に負っていますので、皆様年末年始を楽しく過ごすためにも何と言っても。明後日、明々後日の。文化祭を楽しむためにも体調管理。しっかりと整えて。 年末年始をお迎えいただきたいと思いますどうぞねご自愛くださいそれでは本日もご視聴ありがとうございましたそれではポチー